Riku Miura and Ryuichi Kihara. Japan 代表のペアです。三浦木原組、なんと結成わずか4ヶ月。ミリオンリーズンズ。非常に高いツイストリフトでしたね。はい、息もぴったしでした。日本に新たなペアの誕生です。三浦璃来・木原龍一組。村上さん、はい、オリンピックに出場経験のある木原がですね、はい、世界ジュニア出場経験のある三浦を聞いて、三浦世界に挑むことになりますね。そうですね、まあ、本当にシングルと違って2人の相性が合わないと怪我などにつながってしまう競技だと思うんですね、やはりペアというものは。ただ4ヶ月でこれだけ息が合ってる、はい、今回のこのプログラムも途中でちょっとハプニングがあったんですが、とっさにこう対応して、そこからまたぴったしの息でステップもやっていたので、ここからが本当に楽しみだなというふうに思いましたね。そうですね、4ヶ月でこれだけのペアワークですから、はい、そう考えますと世界選手権の舞台までにどれだけまたさらに2人のユニゾンが合ってくるのか、はい、そうですね、もう本当にこの2人で日本のペア界を盛り上げていただきたいなというふうに思います、うん、そうですね、はい、担当の大石コーチもこの2人の伸びしろに太鼓判をしています。三浦璃来・木原龍一組、国際舞台へ2人で挑戦です。新たに誕生した素敵なペアの演技、もう少し見たいですよね。
三浦璃来、木原龍一組でした。